この後前者の予選とかなんかごちゃごちゃ入るんですけど、まあ最終的にはこのリーグ戦を絶対勝つっていうのが僕らの目的なんで、でこの直接対決必ず勝って昇格して奈良の奈良クラブっていう名前を全国区にしていきたいと思っているので絶対勝ちます。ありがとうございました。皆様、この4区の大会を終えられて、皆様、本当、僕たち、幸せです。